皆さんこんにちは。2023年7月27日、岩手グルージャ盛岡は FC 町田ゼルビアからディフェンダー深津康太選手が完全移籍で加入することを発表しました。深津選手はディフェンダーのポジションでプレーしており、主にセンターバックとして活躍していました。町田ゼルビアでは13年間もの間プレーをしており、悲しみの声が上がるなど反響は大きいものがあります。そこで今回は深津選手の移籍についてご紹介していきます。深津選手は13年間もの間町田ゼルビアに所属していました。そのためクラブの歴史に残るレジェンドとして名を馳せていました。深津選手のプレースタイルは堅実な守備を得意とし、幾度の相手の攻撃を封じ込めていました。また深津選手はセットプレーからの得点も期待でき、攻撃力にも優れた選手でした。深津選手は文字通り町田を支え続けた男であり、 J1 名古屋グランパス、 J2 水戸ホーリーホックなどでキャリアを過ごした深津選手は2009年、中軸選手としてディフェンス陣を統率しました。そして2011-2012 シーズンに J2 東京ヴェルディでプレー、再び2013シーズンに町田に復帰すると、町田の JJ3 昇格の立役者の一人となりました。2015年シーズンの J2 昇格を決めたプレーオフはもちろんピッチにいました。 J リーグ通算記録では J1 で4試合、 J2 で337試合、 J3 で63試合、今シーズンの初めには通算400試合出場を迎えましたが、心身ともに第一線で戦う闘志をまとい、今シーズンも J2 首位を快走するチームを鼓舞してきました。今回盛岡への移籍が決定した深津選手ですが、 SNS で僕のサッカー人生最後の夢は町田でユニフォームを脱ぐことでした、そのために愛情と情熱を持って後悔のないよう日々プレーしてきました、今シーズン J1 昇格をかけて大改革と大躍進の町田で、シーズン終了までまた来年以降もチームに貢献したかった気持ちと、選手としてまだまだプレーしたい気持ちとの葛藤でとても悩みましたが、常にチャレンジしてきた僕のサッカー人生、選手として必要としてくれている盛岡さんでまたチャレンジしようと決めました。町田で引退したかった反面、40歳の僕もサッカー選手でいたいという目標があったからです。サッカーをやりたくてもチームがなく続けることができない選手を見てきて、もう1年サッカーができるのであればやらない選択肢は僕にはありません。太陽光発電の営業をしながらの選手活動など苦労もたくさんあったけど、芝生席だったところには立派なバックスタンドができ、とうとう完成したクラブハウスを目の当たりにした時は、たくさんの方々のご苦労や先人たちの思いからとても感慨深いものがありました。そして息子を抱いて入場できたことも最高の思い出の一つです。もう一度 J1 の景色が見たい、町田で全てのカテゴリーを経験したい、その思いは叶いませんでしたが、町田でやってきたことに僕は全く後悔ありません。祖父と祖母が眠る岩手で僕らしくまた新しいチャレンジをしてきます。これからの町田の発展と活躍を心から祈っています。ありがとうございました、と語っており、クラブへの気持ちは偽りのないほど強いものでした。40歳の僕もサッカー選手でいたいという目標があったから、この熱い気持ちが深津選手の心を動かし、町田への愛情と自身のサッカー選手としての価値を天秤にかけ、今回の移籍を決定したようですね。深津選手を J1 で見たいという残念な気持ちはありますが、深津選手の新たなる挑戦、そして40歳までのプレーは楽しみなところではあります。深津選手の町田ゼルビアでの最高の瞬間としては、2018年3月31日に行われた町田ゼルビア VS 横浜 FC 戦で、深津選手がコーナーキックを頭で叩き込み、先制弾となる2試合連続ゴールを獲得したことが挙げられます。ディフェンダーでの2試合連続ゴールは見事としか言いようがなく、また守備では相手選手をシャットアウトする活躍を見せ、チームの勝利に貢献、まさにレジェンドと言わざるを得ません。岩手グルージャ盛岡に移籍後も、深津選手は主にセンターバックとしてプレーすることとなると思いますので、町田の時と同様の活躍を期待しています。また町田ゼルビアでは深津選手は康太と呼ばれており、サポーターから愛される存在で、ゼルサポ歴18年という俳優の谷原章介さんは、まだ気持ちの整理がついていない、
今季は出場機会が減った中、アップする姿を見ることが多く、でも動いている姿を見られることがファンの僕としてはとても嬉しかった。でも試合で躍動する姿を見たかった。活躍してほしいという思いからすると、出場機会を求めて移籍する気持ちはわかる。ただ13シーズンゼルビアのために本当に働いてくれて、一緒に J1 に行きたかった。 J1 のゼルビアのピッチで躍動する姿を見たかったし、そこでユニフォームを脱いでもらいたかったと涙ながらに話していました。谷原氏は自身の車の鍵に背番号5のキーホルダーを愛用し、宝物というくらい大切にしており、深津選手の大ファンを公言していました。その感情から涙をこらえきれない状態で話すことになったのでしょう。さらに谷原氏は深津選手の語ったことについて、移籍はプロスポーツ選手の宿命、ご自身もすごく悩まれた、本当に選手として40歳までやりたいという目標を全力で応援したいし感謝しかない、一番辛いのは深津さん、38歳ですからまだまだできますよ、できると信じていますと熱い感情を語っています。さらに現在試合の解説などを務めるチョンテセ氏も自身の SNS で、正直ショックすぎる、内部事情はいろいろ聞こえてくるけど、ゼルビアの全てを知るレジェンドが J1 に返り咲く姿を僕も夢見ていた、とんでもない伝説が生まれるって、目前にいなくなってしまうとは、正直ゼルビアにとってはストーリー上大きな損失と言わざるを得ないとの見解を示し、その投稿は反響を呼んでいます。深津選手の盛岡への移籍について SNS では、本当にありがとう、一緒に J1 へと思っていましたが、サッカー選手としてより充実した日々へのチャレンジはらしいなと思った、ここまで長くチームに残ってくれると思わなかった、コメントが全部しみる、ここまで息の長い選手になるとは、必要とされる場所に行くのは大したもん、やたら水飲む、始まったばかりでしょうが、コアサポならわかる冗談、盛岡での活躍を期待します。レジェンドの移籍寂しい、何歳になっても挑戦続ける人はかっこいい、などとコメントがあふれ、13年の長い歴史に感謝しているサポーターが多数おり、寂しいながらも今後の活躍を応援している声が多いです。それだけ深津選手の活躍は町田サポーターの心を動かしていたのでしょう。愛するクラブでユニフォームを脱ぐことではなく、新たなる挑戦を選んだ深津選手、その道は困難であり厳しい試練の連続だと思います。そんな中でもこれだけのサポーターが深津選手の成功を期待し応援していることを忘れず、チャレンジしていってほしいと思います。そして年齢に負けずに、盛岡でも不動のセンターバックの位置を確保して、アグレッシブな守備攻撃をまだまだ私たちに見せていただけるのではと思います。深津選手の成功、そして町田盛岡両チームの躍進に期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。